皆様こんにちは、ランです。数ある動画の中からご覧いただき本当にありがとうございます。いつも見てくださっている皆様も、初めて見たよって方もぜひぜひ最後まで楽しんでいってください。本日の動画は、ランの6月の購入品紹介動画となります。いつも購入品紹介ってルックブック形式、またはルックブックでしかしてこなかったんですけれども、これから毎月の月末に定期的に購入品紹介動画を上げさせていただけたらなと思っています。それでは早速始めていきます。スタート。一つ目の今月の購入品はルームウェアになります。ブランドはスナイデルホームさん、これは6月の上旬に購入しました。少し前の月にもう発売が開始されておりまして、ずっと欲しいなって悩んでいたものを購入することができました。桜シリーズって言って、桜エキスが生地の中に配合されてるので、すっごいふわふわです。洗濯してもすごいふわふわで、あとこの肩履きのデザインがあざとくって可愛いなと思って、今までルームウェアは彼のリンテンとお揃いのルームウェアしか着用してこなかったんですけど、ちょっとこれはもう可愛すぎて買いでした。色味はラベンダーです。本当にふわふわで、なんかジェラピケさんのルームウェアもふわふわなんですけど、別格というかとんでもないふわふわ感です。これ上下、別売りでセットで購入することができて、セットでこんな感じになってます。すっごい竹さんがやっぱりスナイデルさんと同じで、ちょっと長めなのかな、高身長の方でも楽しめるような竹感で作られててとっても嬉しかったです。では続いての購入品は、こちらはスナイデルホームさんのバスソルトですね。アロマティックバスソルト、匂いはダマスクローズ。パッケージがなんかコラボパッケージの、ニューヨークボタニカルガーデンさんとのコラボパッケージがすごい可愛いですよね。入浴剤の香りって結構やりすぎなイメージがあるかもしれないんですけど、爽やかで程よくて結構ナチュラルめなバスソルトなのかなって思いました。でこのダマスクローズがすごい良かったので、こちらも購入してみました。アロマティックバスソルト、匂いはマルベリーリーフ、ニューヨークボタニカルガーデンさんとのコラボパッケージです。ランはダマスクローズ、柔らかい柄の香りの方が好きで、リン君はマルベリーリーフ、爽やかなリーフの香りの方が好きでした。本当にこの軽やかに広がる自然豊かな香りなので、匂い物がきついのがちょっとダメだよっていう方なんかにはすごいおすすめです。続いてはドン、こちらスナイデルビューティーさんから発売されているクレイクレンズの限定ニートですね。通常販売されているクレイクレンズの方はもう3本目を使ってるんですけれども、そもそもクレイクレンズ洗顔料自体、ビスコットさんも入ってる有名なクレンズなんですけど、このミント透明感がやっぱすごい上がりますね。スナイデルビューティーさんのクレイクレンズ元祖の方も透明感がめちゃくちゃ上がるんですけど、こちらも本当に透明感がすごい上がるんですよ。ガツンとくるシーブリーズとかそういう感じのミントではなくて、本当に自然にスーッと爽快感を出してくれるミントです。こちらのレビュー動画も後々上げようかなと思ってたんで、ぜひ同じくスナイデルビューティーさんでの購入品がこちらです。スムージングシートマスク、パックの素材がですね、なんと自然分解されるパックということで、環境にもなんと配慮されたパックということで、めちゃくちゃびっくりです。このクレイクレンズと一緒にこちらの3枚パック購入すると、スナイデルビューティーさんの大人気な美容液もセットでついてくるというお得なスペシャルセットを購入させていただきました。で美容液だけじゃなくって、先日のランのカバンの中身紹介動画に出てきましたスナイデルビューティーさんの巾着がついてきました。シンプルに説明されてます。はい。続きまして、じゃん。アネッサでございます。先日投稿したランのカバンの中身紹介動画で、金色のアネッサが紹介されたと思うんですけど、あちらがなくなっちゃったので、今回は透明感を出してくれる UV ジェルにしてみました。次は、
原宿にあるラッシュさんで購入しました。原宿のラッシュさんの2階に日本限定の入浴剤が販売されてるということで、3分の2使い切っちゃったんですけど、自分で好きな匂いを選べるっていうセットになります。しかも和菓子っぽい配置ですごい可愛かったんで、もし原宿に行かれた際はラッシュの2階にぜひぜひ皆様行ってみてください。続いてがこちらは、ランの行きつけの美容院さんで購入しました。ミデルシルキーフォグ、ツヤ出しのヘアスプレー。先日、ヘッドスパとトリートメントをしに行きました。その時にご仕上げで使っていただいたのがこちらのツヤ出しスプレーになります。サンバイスライドさんっていうところなんですけれども、すごいですよ、この。ランの髪の毛何回ブリーチしてるんだろうってぐらい結構毛先の方とかブリーチしてるんですけど、トゥルントゥルンの気を仕上げていただきました。この韓国風のヘアセットもランの担当のモンちゃんさんにしていただいてます。ぜひ行ってみてください。次、今月も購入しました雑誌スニーツさんです。毎月購入してます。今月の付録がウォーミン、実物めっちゃ可愛いんですよ。これまだ店舗で買えると思うんで、ぜひぜひ、すっごいいっぱい入るし、毎月スナイデルさんのお洋服の情報とかモデルさんの特集ページとかが組まれてて、すっごい好きです。あともう一つが、これで雑貨編は終了です。スナイデルホームさんの先日のランのバッグの中身紹介動画でも愛用してるとご紹介したレザーリボン過去バッグです。大容量です。ここから先がスナイデルさんで今月購入したお洋服のご紹介です。ちなみにこれはランの iPhone、 こちらはうさぎオンラインストアさん亀戸クロック店でお店行った時に可愛いシールいただいたのでケースが買ってます。すごい気に入ってます。6月購入したスナイデルさんのお洋服のご紹介です。1つ目、ウェブ限定のデコルテオープンワンピースです。ランが購入したのはミント、サイズが1、2期にこちらを購入したので、注文してから届くまでに結構ラグがあって、で注文した時がまだランのお洋服のサイズが1だったので、1を頼んで、1でちょっと緩いかなっていう感じでした。昨年 AW に出たダルメシアン柄っぽいデコルテオープンワンピースと比べると、でお腹胸あたりの伸縮性は若干こうキュッとしてる印象があります。こちら金額が税込みで 16,500 円でした。他にミントの他にラベンダーカラーもあったんですけれども、ランは今回ミントのを購入しました。2つ目のお洋服の購入品はコルセットドッキングワンピース、こちらスナイデルさんアイテムで、価格は税込み 18,920 円です。ランが一度インスタグラムのストーリーにチラッと載せた時にめちゃくちゃ DM をいただきまして、ランが購入したのはブラックで、ブラックの他にはライトグレーの2色展開です。ライトグレーは店舗で見た時にピンクっていうよりかは本当にくすみが強いモカ系、ちょっと肌色をくすませたような色味でした。肌色と同化してぼやけちゃうかななんて思ったので、今回ブラックを購入します。ニット部分が胸元あたりだけなのですっごい軽くて着心地もいいですし、足元のスリットがまたすごくお上品な雰囲気を出してくれています。胸のところがですね、なんとパッド入りなので、もうちょっといいところにお出かけしたい時とかもサッと着てそのままバッと着るような作りになってて、すごい嬉しかったです。こちらのワンピース1枚着てるだけです全然違いますね。今まで着てきたお洋服の中で一番こう質問を受けたお洋服でした。じゃあ今月最後の購入品紹介です。2ウェイボリュームスリーブプリントワンピース、こちら税込み 19,800 円で、なんか購入したグリーンの他にお色味展開はモカとブラウンがございます。少し前にスナイデルさんから発売されたワンピースだったんですけれども、人気で即完売したアイテムですよね。再入荷の機会に店舗で実際に試着をして購入しました。肩をですね、出したり出さなかったりでこう 2way で楽しめるワンピースです。
あんまり柄物のワンピースってラン着たことがなかったんですけども、今回のちょっとライムっぽいフレッシュなグリーンとレモンのようなイエローがすごいランの肌の色に合ってたので、勇気を出して購入してみました。あとはランの彼リン君がですね、結構グリーンとかイエローとかがすごく似合うので、一緒にちょっとシミュラールックができるかなと思って購入してみました。今月本当はスナイデルさんの2022年 SS セカンドの先行予約で予約をしていたアイテム約12万円分のアイテムたちがそろそろ一気に届く時期だったんですけれども、ロックダウンとかの影響で配送に遅れが出てしまっていて、7月上旬とか中旬頃に届く予定に変わっていたので、こちらが今回紹介できません。まだそういう時もあります。ということで今回の購入品紹介はこんな感じでした。まあ今月も結構購入しましたね。まだまだ社会人になって日も浅いし、実家の方に仕送りとかしているので、そんなに他の YouTuber さんとか Instagramer さんみたいに大量購入ばっかりでバンって出せるわけではないんですけれども、 YouTube 頑張って少しずつ皆さんの要望を全部お答えできるぐらい収入が増えていけたらまたいいのかなと思って毎日頑張っております。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。ちょっとランと雑談な感じで楽しんでいただけてたら嬉しいです。都内とかでですね、本当にたくさんの方にお声掛けいただいたり、お写真一緒に撮っていただいたり、それからダイレクトメッセージ、毎日本当にいろんな視聴者様からいただけるようになって、本当に素敵な視聴者様に恵まれているなって感じて、日々感謝の気持ちでいっぱいでございます。本日の動画はここまでとなりますが、また次の動画でもお会いしましょう。それでは、バイバーイ。